はい、皆さんこんにちは、ワナリングリフジです。ではファミストクライマックスドリームペナント続きをやっていきましょう。今回からはですね、広島との3連戦になりますね。で現在3位に入っているワンダーチームなので、1位のタイガースとのゲーム差が 4.5 ゲーム差あります。で今16試合目、30試合あるドリームペナントのうちの16試合目、ちょうど半分になってますんで、この後はしっかりと追っていく試合をやっていかなきゃいけないかなというふうに思っています。ではでは早速なんですが、武田はさっき好投してくれてますからね。西のところに大谷が戻ってはまだ来れないかな。あと3試合ですね。ではこのまま試合の方に入っていきましょう。今日の先発は宇都宮です。ちょっと一個画面戻っちゃいましたので、一旦画面にも、試合前の画面に戻っちゃうんですが、この後、宇都宮先発で、しっかりと、まずは初戦ですね。まあ、最低でも2勝1敗。もちろん3連勝を目指していかないと、タイガースに追いつけないわけですからね。タイガースとの直接対決の前に、何が何でもやっぱ3ゲーム差以内に入っておきたい。野村はうまく変化球をコントロールしてきましたね。最後のボールはおそらくサークルチェンジかなと思います。菊池の当たりはサードゴロ。これもセカンドゴロですね。宇都宮はまずは立ち上がりですね。今のボールが決まってるうちは打たれないかなって感じですね。まずは田中を空振り三振で、菊池か。菊池はスキル発動してミートエスパワー A に A プラスか、 A プラスまで上がってるんで、かなり危険人物になってるな。ここは確実に空振りを取っていきましょう。いや丸も危険だな、本当に危険人物だわ。この後危険人物が多分続きますよね。そうだよね。新井にしてもここはただ刺せるか、セーフか。丸の足で刺せなかった。これは入るんじゃないか、入るんじゃないか、入るね。持ってかれたね新井に。いやこうやって見ると広島打線怖いバッター多いな。丸、新井、鈴木、この辺りは一発がありますね。これも持ってかれるぞ。大丈夫だな。いやーフェンス直撃だ。宇都宮が打ち込まれてるけど、なんとかこの2点で止めとかないと。よし、ああ、危なかったなー。危なかったなーというか、危なかったというよりかはもう打たれたんですけどね、2点。お返しとばかりに、まずは畠山が1点を返すソロホームラン。これはちょっと高く上がりすぎかなー。ただ伸びてく、伸びてく、伸びてく。3連発とはいかなかったですね。これはよし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 、ポロってくれてる間にレアードの足でも一塁がセーフになります。ここは一気に畳みかけていきたい。これは入るか？よし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 。ミート打ちでバックスクリーンに叩き込んでくれたのは大きいですね。まあ、広島市民球場、今はもうマツダスタジアムとかに名前変わってるのかな。まあね、まあ、球場がそんなに大きくはないっていうのはあるものの、ミート打ちでホームランにしてくれると、本当に
助かりますね。で、1番角中に戻ります。これがサークルチェンジですね。よし、角中はうまく合わせてセンター前ヒット。今みたいな当たりが、取られてしまってゲッツーになるっていうのがね、悪い時の流れだったんですが、なあ、操作ミスが起きちゃったな。それにしても今の菊池の判断良かったですね。セカンドに投げてくるかなと思ったんですけどね。じゃあここは田島をまずは送りましょう。下位打線、この阿部とかを確実にアウトにしておくっていうのが、このあとまた3回の裏には上位打線に回ってきますんで、その上位打線を抑えるための布石としても、ここはこの下位打線7、8、9は確実にアウトを取っておきたいところですね。野村のところには代打松山隆平ですね。松山隆平はこれはセカンドまで行かれるかな。セカンドでよし、柳田の肩を警戒して止まってくれたのは大きいな。振ってこないですね田中は。しょうがない、ここはストレートで勝負挑むしかないな。最後は覚悟してスプリットで空振り三振。この後はヤクルトじゃない、広島は2番からの攻撃になるんで、かなり危険人物が揃う。菊池、丸、新井、さらに鈴木と続きますからね、こちらとしては追加点が欲しい。うまいね田中の守備、うまい。先ほどホームラン打ってる畠山ですが、ここは菊池にしっかり、抑えられてる感じかな。もう1点2点欲しい場面ではあるんですけどね。これは人伸び足りません。これで3アウト。さあそしたら、こっからはなんとか2点差を守りに行きましょうということで、まずは菊池です。でここで田島がへばったので田島を変えていきましょう。マーティンがサファでかというところなんですが、ここはまずはマーティンを投入していきましょう。よし、まずは剛速球でショートゴロですね。ここは取れなかったか。丸を出したことによってこれで一発が出ると同点にされてしまう。一発を警戒するってなるとやっぱり変化球重視になっちゃうんですよね。危ない危ない、当たりとしては入っていたかなっていう当たりですね。ファールになってくれましたけど、新井はバット振らないな。これはこれはこれはガー、同点ツーラン打たれたか。いやー、ただここで諦めずに負けない試合をしなきゃいけないので、サファテを投入します。警戒してたんですけどね。それでもやられちゃいましたね。かつさよならのランナーを三塁に進められてしまった。エルドレッドの当たりはこれギャー、さよならになる、さよならになる、さよならだ。やられたなー。いやー、負けられない試合で負けちゃったなー。ちょっと放心状態だな。
警戒しているバッターに警戒していたのに打たれてしまうっていうね。ボールの見極めとかもやっぱりしっかりやってきますね。強いになると。で、ちょっとファミダスを引くの忘れてたので、ここでファミダスを引きましょう。頼む。先発です、先発。落ちるボール持ってる先発。千賀とか出てくれたらもう超ハッピーなんですけどね。ちょっとこっからはもう投手を20連引いていくようにします。もう打者はいらない。西野か。西野はボール何持ってるかだな。決め球が。よし、西野はフォーク持ってる。これで先発ではないもののリリーフがさらに安定するぞ。では投手をもう20連、10連引いていきましょう。先発が欲しい。先発の金、落ちるボール持ち。そうはうまくいかないか。千賀とか出てほしいんだけどな。則本の金とかでもいいんですけどね。まあ、ただ贅沢は言ってられない場面ではあるので、サファテのところに今手に入れた西野を入れていきましょう。で、これで落ちるボールを持ったリリーフが2人、田嶋と西野、この2枚看板構成できれば、だいぶ変わるでしょうと。サファテのところに先ほど手に入れた西野、これでいきます。次の試合本当に負けられないんでね。先発はチェンジアップ持ちの西。まずはよし、出ていきましょう。抜けていくね。角中の足ではちょっと帰ってはこれないかな。いや、帰ってこれるね。まずは1点先制点。福井はフォークだな、持ってるボールは。糸井は2球続けて空振り。よし、菊池も帰ってきて、これで2点先制。もうここは一気に試合を決めに行きましょう。バットが止まらなかった。2球続けて、ここはフォーク。最後も落ちるボールですね。畠山は空振り三振。さあ、これでツーアウトになりましたが、坂本です。坂本の当たり、芯で捉えたかなという当たりでしたが、ショート田中の正面でしたね。ではまず西のチェンジアップ1球投げてもらいましょうか。これか。ちょっと怖いボールにはなるな。まあ西に関してはとりあえず大谷が戻ってくるまでというのをちょっと一つ考えましょうか。持ってくれた。これは入るぞ。チェンジアップはちょっとやっぱりボールの球種としては軽いですからね。球質っていうのかな。そういう意味で言うと。なのでちょっと怖いボールにはなりますよね。今の、菊池に持ってかれたように。この丸にもね、今、チェンジアップを狙われましたけど。これでワンアウトランナー二塁で、こっから怖いバッターが続くんだよな。入るねー。これは打ち取ってるかなー。大丈夫ですね。逆転されてますからねー、早くも。ホームベース上でボールをやっぱり動かしていかないと、このクラスになると、
打たれますね。コンピューターの強さが強いになってくると。さあ、1点を追う2回の表の攻撃になります。まずは同点、逆転と狙っていきましょう。これはどうだ、入るか入らないか。ちょっとレアードの足だと3塁までは難しいですね。うん、2塁までは難しいですね。森は前の試合でミート打ちでホームランしてくれてるからな、この広島で。ただここは空振り三振です。西は下げましょう。バレンティン、これはちょっと上がりすぎかな。さあ角中です。レアードのところにね、そのダイソーをくれないっていう苦しさもあるんですよね。さあ引き続き1点ビハインドなので、ここは早速ですが西野を投入していきましょう。まあここで追加点を取られるっていうわけにはどうしてもいかないので、ちょっと飛ばしていくピッチングにはなると思うんですが、しっかりと抑えてもらわないといけないですね。よし、しっかり西野が3人で終えてくれたので、この裏ですね。抜けろ、抜けないか。ここ点取らないと負けですからね。ちょっとホームランを狙っていきましょう。なあ、今のはボール球か。これは抜けていくね。よし、さらに糸井の足なら二塁は余裕でしょう。で、こっから畠山、柳田と続くんで、ライナー取られてゲッツーだけは避けましょう。ワンアウトがランナー二塁一塁。ここで柳田。タイミングバッチリでしたけどね。フォークボールでしたね。これは切れるか、切れるか、切れるねー。ただもうフォークはないと思うんで。あるか、まだあったか、フォーク。抜けろ、抜けないーかー。ここに来ての2連敗かー、厳しいなー。新井に逆転のツーラン打たれたのが痛かったなー。いやー、これドリームペナント勝つためには本当にもう1試合も落とせない感じになってきましたね。ここで大谷が戻ってくるはずなので、6位に転落してるな。そしたら西野のとこ、いや西のところに、大谷はまだもう1試合戻ってこれないか。内海か、内海はスライダーだけど大丈夫だよね。そしたらまたファミガス引くんかいっていう感じになると思うんですけど、もう後が本当にない状態が続くので、ここはファミガスをもう20連引かしてください。でピッチャーフォーク系持ってるピッチャーが欲しい。残りの試合勝つためにはもうフォーク系のピッチャー、落ちる系のボール、決め球持った投手で固めていくしかないですからね。頼むぞ。ここまで落ちるボールを持った金色は愚か。期待している金すらも出てないけど。やっ
ぱりここまで来ても金色ってそんなにポンポンポンって出る感じではないんですね。ちょっと金色の落ちる系のボールが出るまでは引き続けていくしかないな。ただここまで30連引いて金色0枚ですからね。そう考えるといかに金色がレアリティが高いかというのが分かりますよね。もちろん運要素があると思うんですけど、1%未満って可能性になりますよね。おー、田口かー。どうだろう、田口は。ボールがちょっとわからないな。何系のボールかが。野村の2枚目いらないな。申し訳ない。野村には申し訳ないんだけど、野村の2枚目いらないわ。田口は、先発でスライダーか。いやー、スライダーじゃないんだ。もう正直言って、その落ちるボール系だったら即スタメン起用しますね。斎藤佑樹出たね、今。出ない。出ないぞ。逆転勝利、メッセンジャーか。メッセンジャー剛速球だよね、絶対。まあ、大谷は剛速球だけど、打てるっていうのもあるので、大谷は残すにしても、残りの2枚の、先発に関しては、やっぱり落ちるボールを持った投手で固めていかないと、この後勝てる気がちょっとしないんですよね。まあ、お前の操作が下手なんだろうと言われればそれまでなんですけど、ここはやっぱりね、ウィニングショットに頼っていきたい。大野か。大野のボールは何だろう。多分剛速球じゃないかなと思うんですけどね。そうですね。大野も剛速球だ。剛速球じゃないんだ。ちょっと1万を切るまではこのまま使っていきましょう、ファミダスポイント。なのであと2回引けますね。あと20連。いやー、こんだけ回して落ちるボールが出ないとちょっと悲しいなー。出ない。さあ、最後の10連。頼むぞ。出ないか。スタンリッチか。スタンリッチも絶対剛速球だよな。いやー、残念だな。一応スタンリッチ見るか。高速スライダーか。いや、高速スライダーだったらまだ高速スライダーの方がいいな。スタンリッチに変えましょう、先発は。西のチェンジアップはね、ちょっとやっぱ打たれる傾向があったんで。そしたら、まあ早速忘れないうちに西のところにスタンリッチを入れていきましょう。で、今日の、ワンダーチームの先発は内海なんですが、広島にここまで2連敗してるので、これ以上は絶対に3連敗食らうわけにはいかないというのもありますからね。剛速球。こうやって剛速球投げられてみると打てないんですけど、こっちが剛速球投げると結構打たれるんですよね、しっかり。
さあ菊池のあたりはセンター前。糸井がここまで意外とホームランがないんですよね。さあ菊池の足だと帰ってこれるかな。ちょっと菊池の足では無理かな。ちょっと難しいですね。戻りましょう、おとなしく。これでワンアウトランナー三塁二塁で4番の畠山、剛速球162キロ出てます。ここは無難にフィルダースチョイスを誘って、ワンアウト満塁で柳田です。剛速球162キロ、164キロの剛速球。最後は遅いボールですね。これはもう完全に緩急をつけられた感じだな。さらに163キロの剛速球。岡田はかなり飛ばしてくるな。チャンスを生かせずですね。田中をまずはバントをうまく処理してワンアウト。なんかバントで揺さぶりかけてきますね。菊池もバントを使ってきましたけど、もうこのホームベース上でボールを動かしていくな。3人とも3人が全部バントって、なんか嬉しいような悲しいような。レアードのあたりはボテボテで切れてきます。これもちょっとボール球だったのかな。強振だったんですが、当たりがボテボテでしたね。森は逆にうまくいって打って、ライト前ヒットですね。宇都宮のところは代打を送りましょう。どうだ、バレンティンのこの当たり入れ。なあ、ダメか。あー、しかもアウト。そしたら早速西野を投入しましょう。いや、ヒヤッとするような強烈な当たりでしたけどね、ボールが上がってくれなかった分助かりましたね。あれが角度がついてたらホームランになってるような、そんな強烈な当たりでしたね。で、鈴木の当たりはツーベース。エルドレッドも怖いからな。ここはおとなしくコークを多投していきましょう。そうか、今向かい風15メートル吹いてるんで、バレンティンの当たりが入らなかったんだな。さあ、追い込んでからもフォークを投げていきましょう。では角中からになります。うまいね、田中の守備。今のはで、岡田は結構決め球剛速球投げてくるけど、ここまでまだ、ちょっと疲れてる様子はあるものの、しっかり投げてきますね。よし、これでまずは勝ち越しのランナーですね。先制点のランナーって言った方がいいのかな。さらにこれは落下点に入ってるね。糸井のあたりはもう一伸び足らずか。畠山頼むぞ、勝たないといけない試合なんだ。これは入ってくれ。よし、いやー、畠山いい仕事してくれた。柳田の足でも二塁はいけないか。さあ、そしたらこの下位打線、まずはしっかりと言いたいところだったんだけどな。守備の乱れが出ちゃいましたね。石原を出したのは痛いな。確実にアウトカウントが稼げるバッターだっただけに。で、松山竜平でしょ。ここはもう覚悟を持って
行きましょう。よし。いや、レアードがね、いいプレイしてくれましたね、今。で、ここで西野がバテきったので、西野から田島にスイッチです。田中を空振り三振。で、この後、菊池、丸、荒井、この辺りのバッターが出てくるんで、この菊池でしっかり切りましょう。よし。リリーフに2人、フォーク持ち、落ちる系のボール持ち、スプリットとフォークですけどね、持ってると、まあ、なんとか試合作れるかなって感じですね。まあ、今回は1勝2敗と負けられない戦いが続く中、負け越しと、まあ、そういう結果にはなってしまいましたが、まあ、次回はね、大谷も復帰してきたんで、大谷を入れて宇都宮のところに大谷かなという感じですけどね。キャンプはちょっと見送りましょう。キャンプにファミダスポイントを使えないんで、このまま進んでいきます。さあ、次回は DeNA との3連戦になるんですが、打撃陣が不調か、ミートとパワーがダウンした状態で戦っていかなきゃいけないんだな。はい、というわけで、今回は広島との3連戦、残念ながら1勝2分けという結果でしたけどもね、引き続きまだまだドリームペナント、諦めずに頑張っていきたいと思います。というわけで今回はここまでにします。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。